あ、ドラマやってる？大丈夫かな？やる気だな。どうしよう。怖いなぁ。見通せてるかな？ああ、大丈夫か。電話どうしてくれてるのか。ああ、大丈夫です。なんかこう、道が分かれてるとこの真ん中に置けば、視界が3倍ぐらい取れるんで。エリゼミットだな。大丈夫かな。一応行こうか。卵も落ちちゃったもんね。当たんなかった。帰りましょう。ああ、でも一応調べた方がいいかな。レオナが多分来てる。レオナは大丈夫か。私はここに刺しますね、いつも。スティールされるんで。っていうじゃないね。スニークバードラゴンされるんで。ただちょっと今のでレベルは多分、相手の方が6人先になっちゃうかもしれない。ちょっと。ああ。すみません。ちょっと取りにくくして。すみません。レベルな、どうしようか。本当は。あ、トップだ。ただな、序盤。どうしますかね。一応最初私、ムーンストーン行ってミカエルしますけど、わかんないっす。私が押せるかは。そうです。ただね、ルシアン、序盤強いのに。そうですね、ちょっとレベル遅れちゃうと。上がって。ルトされたらちょっと私フラッシュがないので。ルトから入られそう。ここは？ここ刺します。じゃない？ほら、ほら言わんかったね。私6じゃないんだよね。あのパンティオンだな。ただベインかあんまり、ああ、私ちょっと晴らすだけ、あ、でももう、いないな。ヒラルドやってる？はい。あ、なんか。TP してる。ナイスナイス。まあまあまあ。でも TP 早くて、よく見てるなって感じはするけど。レオナ死んでたと思うんで。ウルトいつ当たるかな？どうでしょう。あ、なんか誰か来てるみたい。あ、OKOKOK。まあでも、いなせたから。いやー、まあまあ、私も、大体いつも、
フラッシュの反応。まだいるかもしれないですね。私、フラッシュないんで。ただ、ドラゴンがあるので、一回、帰った方がいいかもしれない。で、わかんない。HP 低かったから帰ってるけど。パンティオン見てないよね。ここで戦って。まあ、押し切って寄るんだろうけど。ほら。まぜなが。あの、押し切れるかな、このウェーブ。止まっちゃうかも。ああ。ちょっと、ウェーブ最悪です。もう一回やった方がよかったか。すいません、すいません。多分押せるかなと思って。ああ。一番 CS 取りやすいところに止まっちゃったの。怖っ。ドラゴン、やる？ああ、このせいじゃない、頭へ。大丈夫 ?HP。音押せる？ここ、見てる？見てる？エジャニが上手いだけで多分。私は、まあでも帰るんだろうな。あ、そこ、レオナいないかな？大丈夫か？上から。コピー。ショルトはあるけど、フラッシュはないので。あ、大丈夫。ああ、ダメか。やっぱフラッシュがね、ないときは前出ない方がいいですね。うん、うまっせ。いやー、クレンズ持たせればよかったかな。クレンズだったかもしんない。これ大丈夫かな。ミニオン多いんだよね。てかね、施錠に帰ってなかったもしかして。ああ、そうなっちゃうとな。FF が入っちゃうから。まだ大丈夫です。私はウルト打てないで死ぬことあるから。セジュアにそっか、頭いいかと思ったけど、やっぱミニオンの多さとか見れない感じだったから、そんなに。うん、めっちゃオブジェクト意識あるんだけどね。あの HP のレオナを殺せると思って。パンティオン、ナイスだけど。ああ、シールド、あと1個できたな。すみません、ちょっと。フェイスチェックやんない方がいいですね。エリスがいるから。それ当たっちゃおうか。やばいな。でも、まあ、ウルトはないから。これでレーン終わりましたね。強かったけど、レーンが、レーン育っちゃったんで、もう集団戦、ちょっと、アニビアか、パンティオンに、ヒールしちゃうかもしれないです。それ、怖いよ。レーンがないよ。ああ、やっぱね、負け始めるとね、マップ見れないよね。どこにいるかって、いないイコール、暗いイコールいないから。シルバーに戻ってきた。ここにワードさせばよかったんだけど、多くすぎた。
相手もそんなに上手くないはずなんですけどね。パティオンの人が上手いのかな。させなかった。3人いるな。パンティオン戻んないんだ、トップに。多分一緒にファームしてても、あんまり。で、ミッドレーナーにあれ、勝てんの？うん。で、ボット行くよ、あれが。いや、すいません。多分、レオナが行っちゃってる。タワー折れたらもっと捕まっちゃうから、みんな真っ暗で。ピンクワードはまあ、ここら辺でいいかな。凍らされにくいので。ボトレーンを設定ないんですね。捕まっちゃう？ちょ、言ってるけど。ここ、あれが。GP で。ドラゴンできるかな？ドラゴン行きましょう。ドラゴン行ってくれるかな？そうだね。私もウルトないし、フラッシュもしちゃったから。引っ張りたいみたいな。大丈夫か。いや。ミッドに行きたいんだよな。ミッドに行ってヘラルドを見たいので。本当はアニビアにサイドに行ってほしいんだけど、わかんないな。ベインはトップに来てるな。そんなに死んでるのに、バフもらうの？大丈夫か。それで、アールで行っちゃうの？大丈夫か。あ、レオナいるわ、ここに。ボットにいます。いや、ウルトないんだよね。お、多分、あれがいる。エリスが虫取ってるな。ああ、私、ウルトがないな。ああ、それまたセリが死んじゃう？私、ウルトないんだよね。アニビアそこ行ったら、分かってないね、やっぱり。この人たちゴールドなんかな？なんか、見えないイコールだな。いないだな。そうね。ドントゴーイン。あやる。あ、このセジュアにもちょっとな。夫で死んじゃったから。これどうする？やる？このアニビア日本人かな。レオナをちょっとターゲットするのは、一回下がりたいな。大丈夫か。
あれ？めっちゃ強いけどな。帰りましょう。あなた、それ何もできませんよ。まだなんかやるつもりなの、この人。そんなに欲しいか、その虫が。ワード刺さってる？そこワード刺さってんじゃない？なんでそこ手前に刺さってるのか。アニビア死なないようにしないと。ゆっくりや、強いから。あら、またアラームするのか。アニビアはね、イグナイトなんでね。一回お金あるなら帰った方がいいからね。ドラゴン1分なんで。わかんないし、多分お金がないね。アニビアはもう、多分ミッドが折れてもあの位置でファームする気がしますね。4人いるの。もうギブしてほん。やりたくないな。でもパンテオン強いね、今なんだよな。ルシオンはもう、天強いけど負けちゃったから。そうですね。私が最初に、捕まっちゃったかな。それね、多分レオナが合わして死んじゃう。アニビアいるから折れないんだけど、行ってほしくないなぁ。いや、行くの？それ、嘘。嘘でしょ。アニビア何もしないしな。もう帰ろうかな。一等せてないのによく戦えるな。別に、そんな無理してたドラゴン取んなくていいんだけどね。シルバーの時はドラゴンバロンなんて考えないけど、ゴールドになると意識しすぎて死にますね。そう。無理にやろうとして。レーン押さなきゃいけないんですけどね、多分。私もよくわからないけど。まあ、わかんないですよね。このタワーとかもバロン取られてて相手5人いたら捨てなきゃいけないんですけど、とどまってダイブされて死んじゃいますね。今バレちゃったかな。お、よし。ただ切るかな。メジャーにはめっちゃオブジェクト意識してるからまだいいんだけど。そうだね。一緒に、電話せたから。相手出てきたら行きたいけど。みんなそんな、これね。あ、もうやってるんだ。へえ。戦いますか。アニビアのウルトがあれば。ミッド欲しいな。これ、あ、押せてない。え、じゃあいいや。無理かな。なんか取りたかったけど。なんか全然削れてないね。もうでも多分遅いと思うな。そうです。来ないか。私一人でやりたくない。怖い。
環境も 頑張ってるけど。それ、あ、でも衛星がここにいるからな。足りたいんだ。電話入ってきてる。当たられると、ここ大丈夫かな？入れます？たらでそう。バロンありかもっていうか。あ、間違えた。ワードがね。それ当たんなくていいよ。うん、ハニビアも、というか、セリオニが うまく避けたんだよね これでいいかな。ファームできるので、インフレ捨てちゃってもいいけど。うん。ピンクワード、ここ刺しちゃってもいいですよ。あ。うん。ちょっとまだ。まだアニビアが。ドラゴンギブかな。うん。でも、遅いんかい。ドラゴン、四つ目なの？そんな長くてたっけ？もう10秒前なんだろう。相手帰ってんのかな？これな。あ、でも、序盤強いの。2人いるから、ここしかないのかな？これ相手殺されるよね、これ。うん、一投してくれるのは全然いいんだけど、スティールだけかな、できるとしたら。じゃあ、あ、いいですよ、もう。はい。まあ確かに戦わなきゃいけないんだよね。多分、もうドラゴンが取られちゃった時点で戦う意味があまりなく。No, please. あれ、ドラゴン。あ、でもあと1個で4つなんだ。そんな取ってたっけ？あれかな。まあ。いえいえいえ。マジ、クレンズって言えばよかった。大体、クレンズかバリア持ちますかって聞いてたんですけど。あ、いや、ADC に持たせる。持つか聞くんですよね。スイッチとかだとヒールよりバリアの方がいいんで。ああ、でもみんな一応プリンクワード買ってるから。わかんないです。アニビア強いって思ってびっくりしたのかな。ちなみに言うと私パッシブで電化戦わない方なんで、多分相性が悪いです。どうなんでしょうね。合わせてもらうのもいいですけど。ああ。慣れてるのがいいですかね。ルシア見なくなっちゃったんですよね。よし。よし。
ロール何年やってるんですか？ああ、それでもうゴールドなんです？へえ。ああ、そうか。昔なかったっけ？もう忘れちゃった。ええ。あれ、日本サーバー始まってからちょ、ベータからってことです？あ、ベータからです。ベータ。なんか毎回レベル上げなきゃいけないですもんね。ケイトも難しい。わかんないです。で、私、ルームアイテムもほとんどわかんないで。決まったもんしか釣ってないから。しかもルルしか使わないので、他のチャンピオンのスキルがわからないという。致命的なんですよね、このゲーム。これ多分、レーンすごい押されて、二打にダイブされて死ぬと思いますね。ケイトとモルガナ、プッシュが多いので。まあでも、このジャングルの人とトップの人が、スマーフっぽい名前なんで、期待です。多分、私、4連敗してるから、味方強いんじゃないか。5連敗か。オール AD になっちゃったな。序盤でドラゴン全部取って。ラスボス。ああ、クレンズマンか。うわあ、いや、いいです。わかんないです。そんなに CC ない気もします。ああ、そういうことですね。ルシアン使ってんの。なるほど。じゃあ、ちょっときついかも。相手レベルが低いな。みんなスマーフっぽいな。サブアカで遊んでるんでしょう。スマホっぽいデュオの人が、リーシントップやって、見せてやるよみたいなこと言いながら負けました。ピンは低いんだけどな。まあ、練習しないようなレートにいないと思うんだけどな。この人レート低いの？練習普通するよね。わかんない。練習させてもらえなかったんじゃないかな。あれやってると。壊されちゃうかな。
まあ、さっきワードに3人映ってた気がするか。多くと思って。トップに、トップにいると思うけど、なるべく押した方がいいけど、あ、ちょっと危ないか。取れないか。助けてくれるか。それ生きてんだ。逆にイラブが死ぬんじゃない？なんか相手も変なピックしてるから、そんな分かってて積んでないかもしれない。入りますか。ここからでしょ。トップにいたんだろうけど。押すしかないですね。こっちのミニオンが多いので、多分、ほっといても押しちゃうって言われたことはありますね。トップそんなに押してるんだ。トップにジャングル見えたらドラゴンやりたいけど、一等されてる。ここにピンク置いてもらってもいいですか？本当は ADC なって壊されないようにしない。やる？あ、ここいるね。あ、いいですよ。ここ見えちゃうので。で、レーン出てていいですか？私、ここからシールドしてるんで。いや、スマイトあるでしょ。取られちゃうな。野草来てくれない？もう行きたくないな。ここで、真ん中回復して。左。それは強い。あ。
フィッシング。ああ、遅かったな。どうしようかな。これ、押せないので、フリーズ。いや、押さない方が良かったかな。次。ちょっと難しいな。あ、押してくれます。いや、ケイトだから、別に、フリーズなんてしねえんだ。まだ押した方が良かったかもしれない。あ、ニダリボットです。あ、でも、ヒール。私、レベル4だな。ウルト来るかも。ニダリがここから来る気がするんだよ。相手6になりそうだな。多分ね、帰ってくるの待ってるんじゃ。ここいるよ。おお。すいません、タワーで見えない罠が怖い。これでかい。あ、死んじゃうかも。お。ラッシュいらんかった。漏れちゃうかな、来んのかな、来ないよね。あ、そうだよね。私もないよ。死ぬかな。私、マナーがないから残ってきてしょうがないな。すいません。多分来てもらってもね、マナーがなくて殺されちゃうかもな。ってないよね。カジクストップ1と。あ、言ってもまあ、キットがまだないけど、ウルトがあるんだよな。あ、ごめんなさい。あそこに帰ったかな。ここに映ってないもんね。わかんない。ワンチャン。マナーないですかね。靴か。避けられない。よくあの状態でそんな指示されますね。足がめっちゃ邪魔してる。ああ、行っちゃってたな。ごめんなさい。ただね、あと一発。あ、帰ってきた。おお、危なっ。あ、大丈夫か。ミッドいないかと思った。ベアリーナイス、ナイストライ。これ生きたの、大きい。けど折れちゃうかな。これはちょっともう一回帰りましょう。これ、死んだら、もうトップに多分リヒラルド出してくれるんで。死なないでファームできれば。多分、2個目でファームしたいかな。ドラゴンビブかね。ここに。よし、そう。ただね、ここに。あれ、まだ残ってるんだ。血のタワー。でもアイテム入ってないんだよね。アイテム差あるから。ちょっと、押さないようにファームしててもいいですよ。すいません。うわ、
ドラゴンだから押さなきゃいけない。近い。ヘラルト出すって？いや、ちょっとね、ヤスを来てから出した方がいいんだよね。あ、でもいいのか、もう折れるのか。OK、OK。そうね。ただね、私ね、ワードがないんですよね。あ、すいません。多分、カジクスがやるのかな？来ないね。まあ、やり始めたら、休むぐらいのあれなんかな。あ、まだやってないから、押しますか。あ、乱れ来てる。あ、サンキュー。ここから槍が来るかもしれないんで。フラッシュ、私10秒だな。それはついてかなくていいっすよ。野草にありがちなやつ。カジックスは、あれなのか。ミシンの。ミシンに、ミッド行きましょう。多分まだ折れない。アイテム見てあった方がいい。合わせられない？ああ、やってないんだ。ウルトはあるんで、当たっても大丈夫。戦ってる？まあ、確かに、いろいろ勝ってんだろうけど。押せてないんだよな。それね、ジンクス狙われるので。カネックスなんかね。バックできます？フラッシュないよね。こっちも。カジックス別にギブする感じだったような気がする。ちょっと韓国人っぽいけど、全員以外はあれなの。お、野草だっけ。ちょっと怖いし。わ、誰か見えたら上に行きたいけど。どうした？私、フラッシュないので。どうせば、いろいろなんかあればあるんですけど。面白いんだろうなぁ。逆にこっちに来てるんだけど。あ、このリーシン何なんだ？よくわかんない。ブルーラクローって何？ああ、ゲイルフォースじゃねえんだ。ジャングルの中入んなくていいです。レベルは、いや、別にでも、左は9レベルだけど。これは寄らないでファームしたほうがいい。多分、俺がトップ行くから。押しましょう。あ、味こっち行かなくていいのに。押しましょう。
逆に降りてくるかもしれないんで、下の方に、もし来るなら。あ、メリット。入りますか。まあ、レベル低いから、スマホでしょ。サイドに行ってほしいんだけどな。私たちを横向いてにできないんだ。そうだよね。なんかあのままトップに出さないそうだな、ニタリ。ちょっとトップ行ってこようかな。ミッドのリーシン相手にはしたくないです。あ、じゃあ帰りますか。No, please. まあ、しょうがないし。あ、こっち来れます押したら。ヘラルドが。あ、でもヘラルド放置なんだ。まあ、カジックスと一緒に回るためのか。うん、相手がピンクワード買ってんのね。川まで押したら戻ります。大丈夫。私も取れない。ドラゴンあるので、一回帰りたいね。ちょっと一回。私何するんですか？アミンストーンか。あ、帰る今。今帰るとね、できないと。ないけど、まだなんだよね。ここら辺もう刺さってるの。ここら辺誰かいる気がする。あれ。はい、まあ頑張ったかな。なんか飛んできた。頑張ったけど、やっぱりドラゴン1分前に帰ってなかったし、突破せたから全然良かったけど。さすが韓国人。韓国のサーバーって子供が多いから、なんだっけなって言ってたのかわかんないですけど、その人が偏見が多いからなのかもしれない。あれをやってるか。オールエディだからあんまり希望が、まあ、安尾ぐらいしかないんだけど、育たない。同じレーンでファームするしかないもんね。でもやってないな。いや、もう行きたくないよ、ほんと。見てないな。まあ一緒にいない方がいいかもしれない。もう前しか見えない。ああ、マイバット。安を見てたらやっぱダメだな。あ、こんなとこでフラフラしてもしょうがなかったですね。早く帰ればよかった。下の、あ、取れなかったな。ちょっとバロンがあるから。
わざん。そっか、このカジックス、マーフじゃなかったか。あたりに行っちゃってるね。バロン言ってるかな？あ、バロンやってるしでボット取れるなら。あ、どうした？ドラゴンもまだだし。まずまた横から来るか。本当はパドンしかいないと思う。あ、いいですよ。あれ、じゃなくて。わ かってて押してる。緑ここから来てる。ほら。私フラッシュないんだよな。まなないの。あれ？あ、いいかな。当たっちゃった。おう。ナイストライ。あとなぁ、あれ、みんなそう自分で生きてるもんね。あれ、あんま気にしない方がいいかもしれん。あと14。ドラゴンプね。あ、それ死んじゃうかなぁ。まあ、これ取るなら。ラオウがもう。あ、やってないんだ。ラオウに近づく。あの人一人で頑張るの。あの子多分韓国で遊んで怒られるから日本サーバーに逃げてきたんじゃない？CC が強いわけじゃないからな。あ、おっとい、おっと行こうか。なんか、うまいな、安なのかな。ずっと生きてるな。わかんない、でも。あれ、追っかけて死んでるから。いけてるようにはもう見えるけど。いや、そう、はんや。いた。なんか、リーシンが野草みたいだな。あのモルガナ、よく当てられるな。絶対封しないもんね。そうなの？野草が一番頑張ってると思うけど。とはちょっとマッチアップ的にも、私がルルなので絶対レーンはほぼほぼ負けるんですよね。あんまり AE しないし。
でも、やっちゃう。多分それなりに勝率があるからあのスマーフたちに当たるんだろうけど。わかりません。怖っ。ドラゴン4つ入っちゃうな。誰か見えたら上の方にしか行ってないけど。わかんない。俺がないのかもしれない。ここに刺しますわ。ちょっと電話でしばれにくいので。いや、やらないっす。ちょっと一回帰ります。すいません。本当はファームできないから一緒にいないと多分。ワンチャンエルダー取って、待ってるか。そうですね。次のドラゴン、どうなんですかね。イラウギいつ強いんですかね。あ、すいません。私離れちゃったの。あー、すいません。やっぱね、私がワードをパカパカ置いちゃうもんだから、すぐ帰っちゃうんです。なんか、味方の後ろにいてもいいかもしれない。いや、ギブじゃない？ギブという、4人だし。逃げられるんだ。これさ、まあ、リシンローだけど、私、ルートないんだよ。ジンクスいればなぁ。平泳ぎは、なんかあんま、もういいかな、突破しますか。マイトないので。なぜするの？あなたたちゴールドにいるの忘れてるんだよな、ああいう人たちって。バロンやってないんだ。ね、まあ、バロンやんなくてもいいのかもな。バロンって本当にリスクが高いって誰かが言ってた。ドラゴン。あとは、一緒に入ってあげたいけど。AFK はしないんだ。このアカウントが大事なのかもしれないですね。そこまでね、いけないんですね。そうですね。本当は電話してから行きたいんですけど。帰ろう。ああ。ああ、めっちゃすごいスロー入る。ああ、すいません。これ捨ててもいいですよ。今3人しかいないし。終わっちゃうかな。おお。指令、なんちゃらの指令か。俺？
お、スローがすごいな。ああ、割と生きてるんだけどね。終わりはしないかも。よし。ポリモフが出ない。わからん殺しな BC になったの。GG です。ワード1個買ってみるか。レポートして。ああ。チャレンジャーでもフィードするんで、私のサポート。気にしないでください。下手くそなんで。マッチしたっけな、ハッチに何、なぜするの？気にしない方がいいっすよ、このゲーム。スマホが多いので。ああ、うん、そうですね。上に上がれば、しょうがないですね。相手強くなるので。まあ、自分のレーン勝たなきゃなっていうのは耳が痛いんですけど。私は、ほとんどレーンで戦わないで、やってきたかな。ネットワークの。ストーブレディ すいません。じゃあ、すいません。ルシアンでいいんじゃないでしょうか。慣れてるのがいいと思う。そうです。ああ、それならちょっとね、私と一緒にやらない方がいいと思います。
本当に。本当はルシアンルルってハラスも強いし、全然戦える。あ、すみません、私ルル OTP なんでルル以外できない。私の使い方がその今強いって言われてる使い方じゃないのかもしれない。あれは別に、レオナがなんか、全然怖くなかったんで。最後当たられちゃって。やっぱり CC の方が、まあ、レオナティア1で強い部類なので。しかも分かりやすいんですよね。スタンしてウルトして、ターゲット、ホールしなくても、ターゲットそれできるんで、味方が。マルファイト、マルファイト AP に行くかな。オール AD だから。おい。あれ、おでかいぞ。ウッコン？ウッコンかいですか？ウッコンサポですね。レベル6からきついか。そうですね。カイサ、レッド。ケイン、今強いけど。じゃあ、あそこ見てくれるやつなら。ここにいるの怖い。いたろ。どうなんでしょうね。サッシュ、かんなきゃいけなくなっちゃうけど。育ってなきゃいらないんですかね。HV1 でかければ。なんで安のそこついてて。ああ、トリンミッドなんだ。今気づいた。どうしようかな。もうどうせバード刺さってるよね。レベル2になれそうだけど。あれ？ボットに、ここいる？だってトップ行ってないもんね。か、押さない方がいいかもしんないな。どうしようかな。押し切っちゃおうか。あ、いるいるいる。大丈夫でしょ。すいません。見る。私、ウコンのスキルがよくわかんないんだよな。
偽物だった。それ。安はやはり死んでしまうのか。あ、ミニオンショット行く。それ。あ、でももう前出れないんじゃないかな、あれ。ああ、降りてくるかな。エリセどこ行ったっけな。ここ。どうしようかな。押して。ドラゴン前からなんか来そうなんだけど。ここから来そうで怖いんですよね。わかんない。エリスがどこ行ったのか。全然見てないから。結構怖がってるね。おー、強い。ちょっとこっち。わざわざ。あ、いる、やっぱり。そうですね。来ないんだ。だいぶレート下がってる。ウィンドメガ2キル。スプリットプッシュですね。後ろから来ますね。多分押されるんです。それ助けに行きたくないなぁ。行かなくていいかな。レベル6が。行く？カイサも寄ってるなぁ。いやぁ。まぁ、あ、ルシアのカイサより今強いから。ウルトがなかったのか。速攻大丈夫か。ワード。すまない。それピンするの忘れてた。おお、それ。いらんかった。すみません。多分私が9をやっちゃうと。危ないよ。野草がリコールしてる。なんでか。押し切ったら帰りますか。学ばないんで。あ、ですかね。私ちょっと学ばないんです。金トップにいるってことは、でも、すいません。ドラゴンができないか。なんかよくわかんないけど、勝ってるなぁ。でもドラゴンあるんだよなぁ。ワードないですよね。あります？ここの中入れてもらっていいですか？あ、エリゼ一人、そうですね。エリゼ多分。あ、ないです？あー、でもちょっと押されちゃったな。まあ一人じゃできないんですけど、ボットを押されると。ああ、大丈夫。こっちに行こうか。ここは一人で動いて。4人いるな。ちょっとボット行ってもらっていいですか？私だけボット行くので。怖いよ、そこ。4人いるよ。私、ウルトラ。ウルトないんだよな。だから4人いるで言うたやん。何も見てないな。ああ、そうだね。上に行ったね。レワードだけしようか。一人できるでしょ。これかな？追わなくてもいいかもな。
これ一個拾っても。行かないっすよ。私、売れてないんで。なんかよくわかんないけど、電話かってんの。すいません、私、レベル5だ。あ、でも、あれ、うんこもする。フラッシュはある。いろいろフィールがない。ワンチャンこっから行くかも。宇宙人は、もう書いたまだない。あ、ごめんなさい。間違えたか。こっちかな。話しちゃうかも。ソーリー。話しちゃった。おー。でもエリゼミッドにいるから、押し切って。TP があるかどうかですね。大丈夫か。ドラゴンとヘブン。あれな、シールド上がんなかったら死んでたな。カイさ、マナがなくてウルトができなかったのかな。大丈夫か？どこ行ってそう？あ、大丈夫か。そうね。やばいよ。いや、そう、今勝てないでしょ。めっちゃ戦いだぞ。ルトさん、大差はルトあると。見てるかな？これ戦ってもいいかな？これフリーズしちゃっても、これ。あんげるな、ダメ。ここは、これしちゃっても。ちょっとこっちには、あ、相手入れすぎですよね、ここは。エリセが近くに行って待ってるのかな。エリセがどこかにいる。わかんない。あ、ちょっと、ちょっと。あ、来た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 。エリセトップだ。あー、でも。マジ？そうですね。ちょっと、プリン取りに行ってるの多分ね、ウルトないんだっけな、わかんない。ちょっと、あ、取りに行ってる。どうしようかな、ドラゴン1分なんで一回帰りましょう。走って。これ取りたいな。なんかいないなら、エリゼトップだ。一回帰ろう。まあ、ケインがやるかどうか知んないけど。アイス押してないんじゃないかな、怖くて。押してるか。そうですね。だいぶ負けてるんで、多分、相手のレートが下がってる。あ、帰ってるな。ドラゴン、どうするかな。まだトップにいるな。最悪捨ててもいいかもな、この間が。多分、ウコンがいっちゃうか。あ、TP あるな。じゃあ、ドラゴン。あ、すいません。これ、私もらったら、これで最後にしとけば。
お風呂上がりそう。家族が ここら辺でしか。ミッドいなくなっちゃったの、すみません。TTP だけ。なんか、カイさん。あ、すいません。ちょっと。ドラゴンやりたいけど、わかんない。テブレート取れるかな。時間的にあと40秒。ここだけ取れるかもしれない。あ、私取ってる。外しちゃうな。あー、死んじゃうかも。ソリ。あ、ここ。トチャリン後ろ。あー、パワー下、きつい。うん。大丈夫か。あと、ドラ？ドラできるかな？マナーあるかな？ナイストライです。じゃあ、トップ行きましょう。すいません。私が。そうですね。あれ、どっちが？タワーに近い方なのか。こっちか、こっちに行きたいな。外したタイミングなのかな？あ、わかんないな。どうしよう。あ、マロイトップ行ってるか。オッケーオッケー、じゃあ、ボットで。視界だけ。まあ、なんか変な、あ、モルトないよ、私。うん。あ、いるいる。まあ、でも。あ、外しちゃった。これ。いや、そうですよ。すみません、ボトキ。あ、で、いや、ウーコンがいたんだ。あ、それ死にそう。うん。でも私が、他の取っちゃった。シールドでカイサ見えなくしようかなと思ったけど、カイサ透明になるのっていつからなんでしたっけ？これちょっと、一回やって、帰って、ミッド行こうかな。ヘラルドあるので。あ、いいです、いいです。じゃ、多分。別に戦っても取れるもんないと思います。すみません。あ、ヤスオ、もっと来てくれる。ヘラルドやりたい。ここ入ってきてるな。ここいる？レッドワード。どこいる？あ、ウコンいるけど。プロットやりたいな。あ、うわ。エリシャプト。から、怖い。すみません。ケインが来てくれるなら、だから行ったのに、ね、安。ミニオン来たから。ウルトはしてるんだ。ナイス。これ、ヘラルドやりたいけど。マルファイとウルトがまだある。ちょっとすぐ帰った方がいいかもしれない。ドラゴンがあるので。入ってるのか。ああ、それ、一人入っちゃう？大丈夫かな？ウルト？
まあ、わかんないなあ。あ、確かに相手が入ってると思う。あ、おせっかな。大丈夫か？距離あっち。ちょっと、入り出ですよね。うん、これが怖いな。今、マルバイトができないから、見通しましょう。そうですね。電話ドピンクどこ行ったっけ？奥に刺してないけど。あ、ずっと言ってるな。ピンどうすんのか。あ、ピッピしてくれてる。モデカイザーが来てないのか。やっぱ、ウッポンあれだな。あ、取っちゃった。待って。見えなくなると思っちゃうけど。あ、ごめんなさい。これやったら帰りたいな。パックだよ、パックだよ。帰っちゃってるよ。見てるかな？あ、終わった。GG です。あ、よかった。でも最初負けてたのになんで勝ってんだろう。多分、ウコンがサポートメインじゃなかったんだ。マルファイト、もくもくとやってよし、ありがとうございました。またお願いします。いやー、ピンク買ってくれて、ワードしに行くのについてきてくれて楽でした。ありがとうございます。そう、だいたいね、一人で行って捕まっちゃうんですよね。そうなんですよね。またお願いします。ぜひぜひ。